はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。美味しいのにあまり知られていない食材ってありますよね。紹介するのはそんな珍味です。皆さん、カモの舌って食べたことありますか？日本人には馴染みの少ない食材ですよね。今回は実際にカモの舌を仕込んで食べてみます。それでは早速やっていきましょう。これがカモの舌です。中国ではヤーシャーと呼ばれます。使われているのはアヒルの舌です。アヒルはカモの家禽でカモの仲間なので間違いではないです。カモの舌は牛タンや豚タンと違い、中には骨が入っています。 Y 字に飛び出しているのが顎の骨です。特にカットなどの必要はないので味付けしていきます。焼き用はシンプルに生のものに塩とホワイトペッパーで完成です。次は中華風のカモの舌の炒め物を作ります。まずは舌が浸るくらいのお湯で臭み消しに生姜を加えて1時間くらい茹でます。アクが出れば取り除きながら茹でていきます。茹で終わったら水で全体を洗ってザルで水気を切っておきます。まずは中華鍋にサラダ油を入れて火にかけます。ローレルと生姜を香りが立つまで軽く炒めます。鶏ガラスープ 100cc を加えて塩小さじ1、粉末の鶏ガラスープの素小さじ1、醤油大さじ1とラオ油大さじ1を入れます。味の素小さじ1、砂糖大さじ1、甜麺醤大さじ1、チャーシュー醤大さじ1を加えてよく混ぜます。そこに鴨の舌を加えて全体をよく炒めます。全体に照りが出て水気がなくなるまでよく炒めます。最後に香り付けで軽くごま油をかけて完成です。お皿に盛り付けるとこんな感じです。花があったので雰囲気で飾っておきましょう。かなり美味しそうな出来ですね。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今回は鴨の舌に合わせて台湾ビールにしましょう。台湾で一番のシェアを誇るビールです。100年以上の歴史があり、もともとは日本人が作ったビールの会社です。日本だとなかなか見かけませんが、フルーツビールなど種類が豊富なビールの会社です。今回飲むのはラガータイプの金杯です。金杯と書いてゴールドメダルって読んだりもするので、読み方が間違っていたらすいません。もし詳しい方いたらぜひコメントで教えてください。色は綺麗な黄金色で、苦味が少なく少しフルーティーなすっきりしたビールです。台湾は気候的に暖かい国なので、こういったすっきり系のビールが好まれそうですね。少し薄いと感じる人もいるかもしれませんが、風呂上がりの一杯とか汗かいた後に最高です。それでは鴨の舌を食べてみます。豪快に手づかみで食べましょう。舌の骨の周りのお肉をしゃぶるように食べます。コラーゲンっぽい感じで簡単に骨から取れます。あと顎の骨の周りにも少しお肉がついているので食べられます。苦手じゃなければその顎の骨の部分も食べることができます。食べるとこ自体はかなり少ないので、濃いめの味付けしてタレを舐めながらお酒を飲む感覚です。手についたタレで酒が進みます。舌ビール手ビール舌ビール手ビールの無限ループです。次はせっかくなので焼いて食べてみます。ちょっと見た目が日本人には受けなさそうですよね。以前食べたもみじとかトサカとか、結構鶏の部位って見た目のインパクト強いですね。焼けたので食べてみます。シンプルですがこれで十分うまいです。いい例えが見つかりませんが、鶏皮のジューシーさに豚タンの食感と豚足のコラーゲンっぽさを足して3で割った感じです。伝わりましたか？今回の炒めた味付けでもみじを炒めても美味しいです。この濃いめの味付けがさっぱりとした台湾ビールとよく合います。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。カモの舌の仕込みいかがでしたか？日本人には馴染みがないけど、実は美味しい部位は他にもあるので、今後もいろいろ紹介します。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。